どうも、こんばんにちは、イスゲーです。はい、今回もはいダークソウル3の方実況プレイしていきたいと思います。で、前回ですね、前回はあれだね、木の怪物ボスみたいの呪われた、なんだっけ、なんとかを倒して、で、それからまあいろいろ進んで、最後になんか氷の犬みたいの倒して剣をもらいまして、で、ここをまっすぐ進んできて、ここに着いたって感じですね。生贄の、なんとかだったね。全然覚えてないわ。昨日のことなんだけどね。まあ、いっか。行きましょう。はい。さあ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 、また森だね。すごい見にくい。あそこ奥に何かいるね。まあ、いいや。どんどん行こうか。ふあなた誰？おー、怖っ怖っ、何それ。待って、聞いてないし、それマジで。そこにもいるね、うん、あー、そういうことか。え、あ、こっちか。ここに降りるところがあって、とりあえず最初はね、右になんかプラント的なやつがいて、よいしょよいしょ、パパッと倒せばどうってことはないね。あー、でも怖いな。変身が多いね、今作は。なんかバイオハザードみたい。敵さんいない？なんか出てきそう。まあ、いっか。後ろにいる。いない。オッケー。うわぁ、2体いるよ。カマ持ってる。この変身したらどうなんだ、強いのかな。あ、なんか強そう。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。さあ、4発。おぉ、びっくりした。ちょ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 。落ち着け、落ち着けって。はい。2、3、4。さあ、落ち着いていこう。呪術っぽいね。ドン。怖い怖い怖い。すごい、何か？ほんとだ。なんかある。なんかあるけど、やめとくわ。なんか息普通に取れそうな気がするというか、怖いね。ドキドキしてきたよ、心拍数が。こっちちょっと見てみましょう。見えない。あそこになんかいるね。まあここじゃないね。こっちのまっすぐの上なんか登れるんで、ちょっと登ってみたいね。まあまあ、今回はね、はい。今回のパートは、ちょっと、自分の足跡とか、探検がメインなんで、はい。なんかロックオンできる。なんかこの木怪しいなぁ。なんか、ない？さあ、どんどん進んでいこうか。うん。ここは？特になんもないね。オッケー。さあさあさあ、ここはなんだ？ここも特になんもない？下なんか通れそうな感じだね。ショートカットとかではない。 OK、 どんどん行こう。うわ、びっくりした。そうそうそう、今回ね、オンライン繋いでるんで、もしかしたら悪霊が入ってくる可能性があります。とても怖いです。倒せる気がしない。これがさっきのとこだよね。なんか落ちてるみたいな。まあまあ、いいやいいや。下に降りれるね。で、ここじゃないね。ここだね。こっちをまっすぐ。
あら？どこやねん。どっちかというとここだね。降りよっか。え、死なないこれ落ちたら。あら？ちょっと待って、ちょっと見ようか。いやいや、いけないから。積んだ積んだ。どっから降りんの？ここっぽいね。なんか木を倒すとかそういう系？道がわかんない道がわかんない。あそこか。オッケーオッケー。あっこだから、このこっちをまっすぐ行ったところから行ける。こっちか。見つけた見つけた。ここから降りるんだね。なんかいるね。怖い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 。え？うわうわうわ、絶対強いわこいつ。さあ勝負しようか。何？うわうわうわ。こいつ、こいつ、いけない団子投げてきたら、よいしょよいしょ、隙がありすぎる。いや、よっしゃよし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 、ちょっと見てみようか。これはね、もう私が装備する武器ですね、完璧に。山賊の斧。ちょっと待って、怖い怖い怖い。まあ今はこの斧が強いね、確実に。お、山賊装備じゃん。これは？おう、山賊の両手剣みたいな感じだったね、今ね。なんだ？どれどれどれ？これか。あー、でもね、使えないね。うん。ちょっとね、ちょっとビビってるね、私。口数がすごい少ない。あ、なになになに？一旦回復しようか。一旦ね。左上に行きます。なんかすごい動きそうな死体、絶対動くよね。はい。よしよしよし。よっしゃ、全然一緒。そうかそうか、こいつはあれだ、守りながら戦った方がいいみたいですね。うん、学んだ。いすぎは学んだ。
さあ、まだね、S トビン5個もあるから、もう、ちょっとね、節約していきましょう。ここはもうアイテム取ったからいいでしょ？だから、ここそのまま。声聞こえるんだよ、声が。いた。いた。魔法使いもいる。これはもう確実に、もうやめてやめて、吠えないで。あ、おいでおいでおいで。おいで。ほら。ほらほら。ほらほら。1、2、3、4。じゃーの。あいつ一体だけじゃないね。あと何体もいるから。おお、そんなには来ないか。さあ、一体ずつ。1、2、3、4。1、2、3。やばいやばいやばい。おお、そう。マジか。くっそやられたわ。くそ、悔しい。悔しい。よし、行こう。さあさあ、でもね、分かったよ。最初は分かったんで、一気にプラス下がる。上がれる。わかんねえ、わかんねえ。わかんねえ、やっぱわかんねえ。このまま行こうか。うっそー、後ろが来るのかな？来ないね、オッケー。じゃ、とりあえず前のやつから倒していきましょう。先手必勝のほうだ。よし、うん、さあ、これ、あれ。こいつ見方、わかるね。うん、届くてよ。あれ？終わった。よし。よしよしよし。静かにしなさい。あ、これは君だけだ。あ、じゃあ、おねむしな。お、びっくりした。よし。これちょっと聞いてないぞ。これはちょっと聞いてないよ。びっくりしたわ。うっそー、やられてばっかじゃね。ちょっとね、やだな。山賊の方の装備してみようか。変わんないんだよ。変わんないね。何も変わんない。よし、1、3、4。うん。まずこいつから行こうか。よし、1、3、4。待て。先手一勝が一番効くね、この子たちには。お、びっくりした。1、2、3、4、下がる。1、2、3、4。1、2、3。いったさだろ。あれ、どういった？来る前に行っちゃおう。1、2、3、4。撃ってる？オッケー。ふぅ。飛んでくのかどうか。飛んでくんじゃないか。はっはっは。上。さあさあさあ。うん。上にいたよね。さあ。ここでさっきやられたんだよね。速攻で倒そう。1、2、3、4。オッケー。一旦ね、広い場所に行こうか。大丈夫？オッケー。おー、帰んな帰んな帰んな。来い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 。うん。よし、1、2、3。一旦引く。1、2、3、4。さあ次。ちょっと待って、こいつ強いぞ。1、3。マジか。ははは。いいんですな。悔しいよー、悔しいぞー。次は悔しいよー。
3発か。これで倒そう。はい、いや。もう先手必勝で、よし、いい、3、マジか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 、何何何だこれ、やる、さあ、くっそ、きついぞマジで、あ、来い来い来い。相手になってやるぜ。できれば一匹ずつな。今か。よいしょ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 。ふぅ。なんか落とした。おぉ、大丈夫。1、2、3。これがいかん。これがいかん。よっしゃ、まだ来い、1、2、3、4、よし、ふぅ、あの目が光ってるのはなんだ、リーダーっぽいやつかな、もういないよね、あいつ絶対倒すわ。さあ、じゃねえよ。ふぅ。やばかった。すっげえ強かったんだけど。やっと進めますね。ちゃんと見ていこうね。そろそろかがり火があってもいいんじゃないかな。もうね、イスゲーさんはね、心がやられてますよ、これ。あれはなんだろうね。アイテム悪いね、あそこ。まあまあ、ほっとこう。うわ、何あれ、橋だ。あ、かがり火、みっけ。でもなんか怪しい。なんか怪しいぞ。大丈夫か、これ。とりあえず、ボンファイアビーツ。よし。いや、ごめんなさい。一旦、ちょっとレベル上げに行きます。帰るね。はい、帰ってきました。ってことで、ん？誰？You're an unkindled, aren't you? I am Cirrus of the Sunless Realms.お互いに使命のある意味、そして使命とは孤独なもの、おそらく私たちはあまり関わるべきではないのでしょう。あなたのために月の加護がありますように。もう一回、そんなに話してくれない人だね。まあまあまあいいでしょう。さあ、136、バッと121、まあレベル上げた方がいいですな。ミストのかけらないし、修復、Pretty, be careful. ありがとう。さあ、おばちゃん、なんかあるかい。この鍵、
にいいものはありませんね。じゃあの、じゃあのばっちゃん、さあさあさあ、お姉さん、レベルアップしましょう。まあ筋力を無難に上げますね、これは。あれ、これで装備できるんじゃない？もしかして肉切り包丁。あ、24か。アイテム使っちゃおう。ソウルはどこ？あったあったあった。まとめて使用する。イエス、200、すごい。まとめて使用する。あ、1個しか使ってない。こっかこっか、こうだ。はい、もうちょっと、もうちょっと。これで1レベルだよね。Very well, then take a nap. Farewell, Adam. 温度使っちゃおっか。いや、でもこんだけしかないか。やめとこ。OK。はい、ということで帰りたいと思います。はい、ということで生贄の道に帰ってきました。ちょっとね、さっき拾った装備を見たいね。あの、さっきのあの方が、あ、これだ、カラスみたいなやつが落としたやつ。あー、これも技が必要か。じゃあいらないか。話そうね、とりあえず。さあ、お、女の人、はじめまして。私はアルトネハアニ。おそらくあなたと同じ火のない灰です。そして隣の彼はホレイス。旅を共にする私の友です。あなたは薪の王を探しているのでしょう。ここは生贄の道の半ば。ここを降りれば、見つかった森の先は不死体のふるさと、バランの城塞。そして道を寄れば深みの聖堂に通じるでしょう。私たちは聖堂を、あのおぞましいエルドリッチのふるさとを目指しています。ですがあなたがどちらを目指すとしても、お互い王を探す身です。道の交わることもあるでしょう。その時には助け合えるといいですね。あなたのために火の導きあらんことを。ああ、それって彼のことですか。ホイス、とても無口な男なんです。だから誤解しないでください。彼は正しく優しい人、使命を共にするに相応しい騎士です。彼が共にいてくれなければ、私はきっと使命を呪ったでしょう。OK、 ありがとう。じゃあ君、あ、なんかもらった。青の勝者。OK。 じゃあ行きましょうか。あともうちょっと行きましょう。なんかいるよ、早速。また強い人でしょこれ。あれ、そうでもなかった。すごい弱い人だったよ。ここもいけるね。なんだ、ショートカット。うわー、また大変そうな道だね。カラスによ比べるとね、弱すぎるよ。一匹ずつ倒していこうか。あ、練習してる。槍付きの練習か。ああ、何？すごい広いんだけど。
よいしょよいしょ、ワンチャンワンチャンワンチャン、動いた、ないないない、結構届くねそれ、危ねえなこいつら、ちょっと斧はね距離が取れないからなそこがちょっと弱いところですよね、単体なら強いんだけど、いっそやられ届けてね、おしまいなんてないよ、本気見せてやろうこいつら、あら待って待って、一人なくなってる、おちょっと持ってきない、よいしょ、やだな、よし次、さあ一人ずつ戦っていきましょう、残念、次君、ちょっと待って足音が聞こえた、よいしょよいしょ、終わり、この方は強そうだね、ちょっとどうでもないか、ここにオオカミちゃん、まあこのワンちゃんワンワン王が、あ気づいてないか、もらった甘いのだよ、よし魂返してもらうよ、怖いなぁ。何かいるね、あれ。カニだ。絶対あれ危ないやつだわ。右に一人いたね、今。あ、こいつは。久しぶりだ。2にもできたね、この子。よし、おお、びっくりした、影か、こいつはね毒を流すやつを落とすんですよね、すごいいっぱいいるんだけど、重くなっちゃった、はい、よいしょよいしょ、そんなに毒効いてる感じしないね、アイテムを確実に取っていこうか、なんかいい盾みたいなの拾ったね、いや絶対危ないよこいつ、さあさあさあ距離取って、あいい服、この下にも、あワンワン王がいるか、ワンワン王が先、よいしょ、うわー、4人いる、いたいたいた、今構えてたよ、1、2、3、よし、毒が地味に効いてますね、きついぞ、一旦回復しておこう、
あいつらに絡む必要は多分ないよね。ここに何かアイテムがあれば別なんだけど、あれはやばい。ちょっと待って、おお、ちょっと待って君たち、一人ずつなら相手してもいいよ。さあおいで、よいしょ、おいで、あーいいか、あーいいか。さあ次はこっちか。決まった、2、3、 OK。 はい次、 OK。 ちょ、2人いたのはちょっと知らなかった。ちょっと毒がやばいね。さあ、あの狩りに気をつけながら、ちょっとこのアイテム取ろうか。ちょっと待って、今の盾あれだよね、スタミナ回復するやつじゃないこれ。あ、やっぱり、よし、来た。よしよしよし、いいアイテムゲットしたね。カニの居場所を把握しつつ、来る？超怖いんだけど、カニさん来てんだけど。カニさん、一回戦ってみようか。カニさん、やばいな。やべやべやべ、無理。無理だわ。アイテムだけでも取りたいな。右側にアイテムが絶対あるんで、取りに行こっか。怖いわ。じゃあ最後に、今回の動画は最後に走り回ってアイテムを取って終了にしたいと思います。まあ近くにいるやつは倒そうか。あー、2体いる。さあ、ちょっと待って、いらないね、松明外しておこう。さあこっから走り抜けるんで、もうね、どこから攻めるかでね。すっごい食らったんだけど。
あ、ちょっと待って、すごい重くなってるね。ルッカソーゲット。さあさあ、走り抜けろ、走り抜けろ。なんかいるわ、なんかいるわ。2体いるわ。強えぞ。ちょっとね、立って2つ装備するのはきついね。うん、重さがちょっときついんでやめとこう。これでいこう。うん、装備もちょっと変えとこうかな。達人の服でも着ようか。よし、十分かくなったね。はいはいはい、よいしょ。あ、次次。はい、はいね。動きが軽いよ。ここ倒していこうか。ワンワンも倒し、よし、いい感じ。さっきのあいつも倒そうか。あいつ、あ、いた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 。これだ。さっきこいつよくもやってくれたな。めっちゃ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 。特に何ももらえないっていう。あ、ここなんかいけるね。また来たよこいつ。マジかよ。さあ来やがれお前。ん？こっちこっち。よいしょ。
やっぱ辛いね。最初ほどうまくないわ。よしよしよし。あ、あいつのことも読まないとな。あれ、あ、いい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 、あ、あ、いい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 、あ、毒野郎だけど顔がついて、あ、ちゃうぞ、あ、ちゃう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 、本当に仕事合わせてからの後がやりたね。ここで倒したわ。カニ。ダックスタブが有効。こちら、お？なんだあれ？え？黒騎士？まさかの？黒騎士だ。いや久しぶり。なぜこれ？どこ？これか。力30の技18。技量18。きついな。まあ、いっか。何？またなんかいるのかなとか。これは装備かな。お、武器が強い。え、なんか明るくなってない？気のせいか。上に登れるね。これはなんだ。おう、傭兵装備。ちょっと装備してみよう。ほう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 。あんま強くないね。よし、ちょっとね、終わりましょう。はい、ちょっとね、そのまま撮り続けるんで、今回これで終わりたいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ではまた次のこの世界でお会いしましょう。おー怖い。 See you again. バイバイ。